そしてもう一人、現在25歳。スピードスキーを楽しむネイティブアメリカンの中では最も速い男。彼はヘルメットにインディアンの象徴といえるワシの羽を描き、インディアンの存在をアピールしていた。俺はこの二人に自然を味方につけた人間の強さと優しさを見た。今回の旅で惹かれるままに惹かれた場所に行き、惹かれるものを見た。寄り道しながらいろんなものが見つかった。遠回りだと思ったらそれは遠回りじゃなく自分の進むべき道だった。その結果、リトルマンというもう一人の新しい自分が見つかった。木村拓哉、リトルマン。これからもっとでっかくなろう。寄り道しながら。お楽しみに。